その日、朝鮮の伊達家の陣屋には政宗様の大きな声が響いた。朝鮮に出兵して早半年、伊達家の家臣の中にも病に命を落とす者が現れた。政宗様は、秀吉の朝鮮出兵は失敗に終わる、ならばいち早く国元へ戻らねば、そうお考えになられていた。したがって未だ帰国の許しが出ぬこの状況に苛立っておられた。そんな折、政宗様は一人の男の姿を見る。自分の手足となって戦場を駆け回り、敵勢を崩し、あるいは懐柔する役目を担う家臣の一人。おやつは確か長谷倉常長。常長様は異国においても冷静で、何より侍としての誇りを持って異国の民と接していた。常長、これは政宗様。ずいぶん長く異国の民と話をしておったようじゃな。言葉を覚えたのか。恐れながら挨拶程度にございます。じゃが半時は一緒にいたようじゃが。言葉だけが心をつなぐものではございませぬ。身振り手振り真心と熱意を持って向き合えば、たとえ言葉は通じずとも心は通じるもの。今もこの通り交渉の末、上等の朝鮮木綿を手に入れたところでございます。お主はどこの国でもやっていけそうじゃ。政宗様の命令とあらば、いかなる場所にも赴きまする。わしは秀吉のように武力を持って異国に迫らん。いつか自らの手で船を作り、海を越え和を持って異国と心をつないでみせるぞ。その20年後、政宗様は言葉通りハンセン・サン・ファン・バウティスタ号を作り、太平洋へと漕ぎ出し、長谷倉常長様をヨーロッパへと向かわせたのです。あの朝鮮出兵が慶長遣欧使節団につながる夢の芽生えになったのでございます。さて、第1話はここまで。次回は1週間後10月13日に公開予定でございます。そしてラジオ放送海を渡った侍、長谷倉常長物語、こちらはデイトFM77.1Hz にて毎週日曜日15時55分から16時放送でございます。来週はなんとあの人が登場するようでございますよ。ぜひお聞きください。それではさらばじゃー。